はい、どうもスタッフ健太です。今日は8月の25日金曜日となります。Vlog スタートとなります。昨日の長岡の気温、38度。もう何日この気温が続いているのかというくらいにですね、暑い日が続いておりますが、まあ人間もですね、これ干からびてしまうぐらいの真夏日を連発しております。はい、あと少しだけね、我慢しましょう。まあもう少しで気持ちよく走れるね、季節がやってきますので、あと少しだけね、頑張りましょう。はい。さて、2日前の水曜日定休日だったんですけど、まあ、うちの子のですね、1歳の誕生日パーティーをやりまして、まあ、あっという間の1年間だったなと感じております。で、去年と違ってちょっとね、練習量も減ったりなんかしてるんで、まあ、なかなかうまくいかないことも多くなっていますが、まあ、子供とのね、時間、家族とのですね、時間を大切に、まあ、時間をうまく使いながらですね、これ仕事、トレーニング、育児とですね、頑張っていきたいと思います。はい。そしてですね、昨日なんですけど、Zwiftのですね、私たちのチーム、ZWC のですね、オーストラリア人のモンさんという方がいらっしゃるんですけど、サイモン・リッチ選手がですね、わざわざ、長岡まで来てくれました。はい。オーストラリアから長岡まで来てくれたというような感じで。水曜日のですね、子供の1歳パーティー中にですね、俺明日長岡夜行くわっていうね、連絡がありまして、3時間だけど会えるかという連絡だったんですけど、まあおそらくこんな機会もう今後ないだろうなと思って、少しですね、早めに店を出まして、長岡駅でですね、改札で、合流。まあ、英語がなかなかうまく話せない私はですね、もう Google 翻訳先生をね、フル活用しながら、改札をですね、出たモンさんと、彼女さんにですね、新潟ビールをとりあえず渡して、飲みながらですね、市役所に行きました。長岡市役所ですね。まあ、ちょっと観光名所的なね、感じになってるんですけど。モンさんが長岡に来たのが、まあ、1週間ぐらい前なんですけど、まあ、あと4日ぐらいいるって言ってたかな。まあ、この1週間でですね、こんなことしていたとか、何食べてきたとか、英語で話をしまして、まあ、やっぱりですね、英語、もっと勉強しておけばよかったなと思いました。はい。うちのね、嫁さんはですね、結構英語の勉強してて、喋れててね、すげえなと思いましたけど。いや、勉強ってすごいなと思いました。はい。で、新潟のですね、ビールと日本酒をですね、堪能しまして、まあ、あっという間の2時間ちょいぐらいだったかな。まあ、帰りの新幹線の改札までですね、しっかりと送りまして、まあ、またZwiftでと握手をして帰りました。はい。まあ、Zwiftをですね、やっていると、まあ、いろんな方々と出会いがあるんですけど、もっともっとですね、これリアルで会いたい方たくさんいます。で、バーチャルでもですね、これリアルでも交流ができるZwiftまあ、この暑い中でもね、エアコンつけながらしっかり練習できますので、まあ、ちょっと気になっている方は始めてみてはいかがでしょうか。機材の説明などもですね、やらせていただきますので、お気軽にご来店お待ちしております。室内トレーニングですね、Zwiftバーチャルサイクリングアプリになります。さて、今日のお話なんですけど、まあ、いくつかありまして、まずはですね、少し前にお客様のですね、ご依頼、ロードバイクということでですね、中古車をご紹介をさせていただいたんですけど、まあ、ほぼ乗ってないですね、中古車となります。グストのですね、レンジャースポーツエリートですね。で、定価27万2000円税込みだったんですけど、走行距離も100キロ以下ぐらいかな。なんかね、急に大阪に引っ越しが決定してしまって、その引っ越し先のですね、アパートがすごい部屋が小さいんで、ちょっとロードバイク置けないなということでですね、もうそのまま販売したいということでございました。で、バイクの他にですね、これサイクルコンピューターだとか、ライトセット、パンク修理のセット、まあ、ヘルメットなども あるんですけど、まあそちらもですね、すべてお持ちいただいております。はい。で、乗られてた方がですね、これ女性のお客様だったんですけど、まあ、ほぼほぼですね、これ全然綺麗だなという状態でございました。で、総額はですね、これ、32万円ぐらいだったんですけど、一応半額ほどのですね、ご提示でございました。
で、フレームサイズはですね、これ M サイズとなります。メーカーの適正身長だと166センチから175センチぐらいかな。まあ、これから始めようと思っている中学生、高校生などいかがでしょうか。まあ、これね、パーツ見てみると、ホイールはですね、これカンパニオーロのゾンダが、まあ、これ6万円ぐらいだったかな。ホイールがついてたりですね、まあ、カーボンフレームに、シマノの105のフルセットでこの価格になっていますので、まあね、非常におすすめのバイクかなと思います。で、ハンドル周りはですね、ちょっと女性のお客様でも手前に、なんていうのかな、ちょっとコンパクトにしてるんですけど、身長160センチぐらいの方から乗れるかなと思います。で、165センチ以上の方はですね、これ適正なハンドルステムに交換してお渡しをさせていただきますので、ぜひご検討よろしくお願いいたします。中古車、なかなか出ないです。はい。続いて、この前ですね、ちょっとメインチャンネルの方でもお話をさせていただきました。涼しく走れるようにホワイトのものを使えというお話をさせていただきまして、もう一つですね、ちょっと人気のおすすめの白いものがあります。夏におすすめのグローブということで、ホワイト以外のものもあるんですけど、この4つになりますね。おすすめのグローブ。はい。まずイントロの夏用のグローブ、ソルジャー2ですね。こちらはほとんどメッシュ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 みたいな感じでね。手のひらの部分はもうバッチリね、滑り止めもついてて。力を込めたダンシングの時にはやっぱね、力が逃げずにレバーをしっかり握れるところがいいかなと思います。で、すごいのがですね、これパッド以外のところがもうほとんどメッシュなんですよね。で、軽量で汗の吸い取りが良く、で、すぐ乾かしてくれて、これぞですね、夏の最強グローブといったところでございます。ソルジャー2。そしてですね、続いて、極厚パッドのスティンガー4。こちらも人気ですね。まあ、手や腕だとかね、痺れを軽減してくれるもので、全グローブの中でですね、まあ、イントロの全グローブの中で一番パッド量が多いグローブとなっております。で、ブルベの方に大人気でですね、ロングライドには最高のグローブとなっております。で、このグローブもですね、しっかりね、パッドとパッドの間にメッシュが入ってたり、表面もですね、しっかりメッシュが使われたりとかね、夏場でも安心の、極厚パッドグローブとなっております。ぜひご注目ください。そしてですね、もう一つのグローブ、これ、黒いグローブなんですけど、人気急上昇中のグローブで、RL のですね、このグローブ、パッドあり、パッドなしがあります。で、待っていたというですね、パッドなしのグローブ、使ってる方も非常に多くなっておりますが、私ですね、これ、パッドあり、パッドなし、両方とも使ってみましたが、1時間ぐらいのレースだったら、ヒルクライムなどではですね、これパッドなしのグローブの方がいいかなと思いました。で、ロングライドではですね、少し、まあ距離の長い、ロングライドとか少し距離の長いレースなどではですね、これパッドありでもいいかなと思います。はい。こちらのですね、グローブ、涼しく走れますので、4つとも、ちょっとぜひご注目ください。夏の時期はですね、もうこの4つのグローブでいいかなと思うぐらい、おすすめのグローブとなっております。当店のですね、オンラインショップにありますので、こちらの動画の詳細欄の方にリンクがありますので、チェックをよろしくお願いいたします。ということで、今日はですね、中古のロードバイクのご紹介と、真夏のグローブを狙えというところでですね、夏におすすめの4つのグローブをご紹介していきました。夏の日でもですね、快適に走れるように、いろんな工夫をして、走りましょう。それではまたアップします。